どうも、ドラマ音楽講師の鈴木タスクです。今日も楽しくドラムを叩いていきましょう。今日扱うのは5ストロークロールというルーディメンツなんですけれども、ね、こういうやつで、これこっち側とこっち側で表記が書き方が違いますけれども意味は一緒です。こういう風にね書くときとこういう風に書くときってなんか結構譜面によって違うんですよね。なので、まあ、あえて両方書きました。5回叩いてるから5ストロークですね。手順なんですけれども、 Right, right, left, left, right、 そしたら今度反対側から Left, left, right, right, left、 Did, did, stroke、 Did, did, strokeじゃあちょっと実際叩いていきましょう。はい、じゃあ実際叩いていきましょう。で、このね背景とかちょっと違うと思いますけれども、すいません、編集中にデータが消えました。なのでこれ後日取り直しております。気を取り直して叩いていこうと思います。リードリードストローク。で、これアクセントの場所をこちらにオーケストレーションする。まあ実際こうやって叩くのもありってありなんですけど、ちょっとやってみましょうかね。最後はこのこれをひっくり返しました。これひっくり返して使ったりとかで、こういう風にそのまま使うのも全然ありなんですけれども、よりちょっと別の歌い方をしてみましょうということで、このディドディドストーク、ディドディドストーク、これを歌い方を変えて、ディドディドストーク、ディドディドストーク、ディドディド、ディドディドストーク、ディドディドストローク、ディドディド、こういう音型にする。こういう歌い方にちょっとアレンジして今度は叩いてみましょう。このように歌ってみたりとか、あとこれ今ねダブルストロークを使ってやりましたけれども、シングルストロークでやってみるのも、楽しいと思います。シングルストロークだとこのような順番になるわけですね。ちょっとやってみましょう。Thank you.
歌ってみるのも楽しい。このように、まあ、シングルストロークで叩いたので、こういう軽いタッチ以外、ちょっと重たい感じ、シングルストロークで重たい感じが出せると思いますので、ちょっとロック、ポップスでやってみるのもいいかなと思います。やってみましょう。ちょっとあのエクササイズ的な風に練習してるので、こう右から行って、で次左から行って、右から行ってっていう、そういうちょっと動きになってます。でこれもちろんあの全部右から行ってもらって大丈夫。実際こう右から使うことの方がなんか多いんじゃないかなって思いますね。ちょっと右からもやってみましょうかね。このようにやってみたりですとか、あと最後の1音をバスドラに変える、こうすると結構あの響きがモダンになるんですよね。このように変えてみたり、いろいろやってみると楽しいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも何か皆さんに有益な情報などなどお届けできたらいいなと思っておりますので、よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタン、前向きなコメントなどなどいただけますと、私もまた次動画を作る時の励みになりますので、よろしくお願いいたします。では最後までご覧いただきありがとうございました。さよなら。